正直ね、ゆいはめっちゃかっこいいと思っちゃう。なんかちょっと変態そう。やっ、うわかっこいい。素顔かっこいい。やばこれは。ウケるね、この人。ウケるね、ウケるね。この人日本でモテるわ。モテる、モテる。え、フィリピンのロシア人みたい。せーの、ヘイワちゃん、ゆいです。ゆかです。なおです。めいです。イエーイ。I brought my friends special guest。 イエーイ。今日はね、そのフィリピン人の俳優さんって何人かピックアップしたから、それを見せて誰が自分にとっての一番かっこいい人かっていうのをランク付けしていきたいと思います。早速ゴー。全員で1,2,3,4,5,6,7 7名の方、意外といた、意外といるね。はい、ピックアップしましたので、アリーがピックアップしてくれたんだ。はい、アリーが。なので自分の中の1番を決めてくださいね。じゃあまずナンバーワン、デデン。フィリピン人って多分眉毛と目が近いんだろうね、きっと。あ、基本的にね、ここの幅が。確かに。正直ね、ゆいはめっちゃかっこいいと思っちゃう。なんかちょっと変態そう。やだ。何がどうして。でもね、うち本当に日本人の顔よりもエスニックな感じが好きなんで、多分もう。え、うちエスニック顔って言われるけどね。どうですか。でもフィリピン人って言われても分かんないかも。ハーフです、実はハーフです。まあでもかっこいいっちゃかっこいい。まあかっこいい、かっこいい。いいね、みんなかわいいっしょ。はい、原画だから。次はこれだね、2人目。あー、似てない、ちょっと。うんうん、若そう。なんか唇がトゥルントゥルになった。鼻筋前の人カッサカサだった。鼻筋がいい。鼻筋、うん。そう、二重の人多いかも、フィリピン。そうなんだ。でもかっこいい。かっこいいよね。けどちょっと日本寄りになったかな。確かに。ない。うん、なんか日本人っぽい。日本人でもいそうだよね。そうそう。確かに。じゃあこれが二人目でした。二人目。じゃあ三人目参りたいと思います。ああ。なんか加藤健かと思って、加藤健じゃねえよ。加藤ちゃん。加藤ちゃん。全然違う。若い時の加藤ちゃん。若い時の加藤ちゃん。加藤ちゃんは良すぎだよ。ちょっとさ、よくしすぎ加藤ちゃん。歯綺麗だね。うん。歯並びめっちゃ綺麗。歯は素晴らしい。目が輝いて。なんかこうやって見ると加藤ちゃんじゃん。ねえ、なんで頭に。すぐ加藤ちゃんに寄せ。待って、見えちゃった。見えちゃった。見えちゃった。すいません。加藤ちゃんにも。すいません。これ。え、若い。なんかなんかさ、なんかジャスティン・ビーバーみたいな撮り方じゃね。撮り方、撮り方かい。ワンダイレクションいいね。あ、いるよね。ワンディーそう。ワンディーっぽい。ワンディーにそう。うん、こんな感じ。あ、でも写真によって違うんだね。二重がでっかい。かっちゃ、韓国人っぽい。でもなんかフィリピン感強い。強い。うち的にそう、なんかイギリスとか、このアメリカとか、これさ海外っぽいよね。アメリカとかっぽいわ。ハーフなんじゃない？日本人みたいね。まああと好みもあるよね。ああね、そうだね。え、じゃあさ、前提知識としてさ、どんな感じの顔が好きかでさ、日本人の、あ、でも全世界でもいい、誰が好きか、一番有名人顔だけ。市原隼人。結構眉毛と目が近い人好きなの。フィリピン近い。フィリピン、フィリピン。おお。ジョングクです。ジョングクさん。中川大志とか。あ、目そうだ。目そうだ。そうだ。目中川大志だ。え、この人。え、かっこいいよね。なんかかっこいい、今思った。うち見した時に全然違う。え、そう。かっこいいよ。J. ボーヤーチャップマンってね。オッケー、じゃあそれ前提知識として。名倉みたい。ね。ご
めん、第一印象殴らない。殴らない。殴ってきた。ねえ、やだ。このせいですよ、もう殴らないしか見えない。めっちゃ見えるもん、遠くから。笑顔は素敵だったけどね。うん、一番最初に出てきたやつにしてるもん。え？フィリピンの？ロシア人みたい。うん、なんか料理人っぽい。シェフ？服装じゃん。絶対服装じゃん。に笑うの苦手なの。かわいい。苦手そう。写真に慣れてないから。写真に慣れてない。じゃあ最後ね、この人。あ、もう最後。あ、もう最後。え？マジ？そんなことした？決まった？復讐したい。誰か。そうそうそう。そうだね、そうだね。復讐したい。じゃあ最後の人いきます。ドン。ああ。人気ありそうね。うん。かっこよくない？かっこいい誰か。なんか誰か似てるよね。あ！はい、見つけました。誰？ゴードン。ゴードン。ゴードンにも似てる。この写真めっちゃ似てない？これ見て思った。合体が良い。でも目がパッチクリ。まあじゃあこの人。モテそうだなって感じ。モテそう。モテ遊んできたんだろうな。でも垣間見えてる。一番若い子に人気ありそう。さっき今までの中の人で。じゃあ出すね、今までの人。じゃあめいちゃんいっとく。早かったから。めいちゃん決まってるよ。ジャスティンプリン。うちめいちゃんのわかるかも。目わかる。予想ついてる。目うち分かってる。オッケー。はい、決まってます。じゃあめいちゃんの一番のベストの写真はこちらです。この写真です。あー、分かった。もうね、あろうなと思った。これやばい。めいちゃんかっこいいよね。うち見た時かっこいいね。なんかね、イメージこっちと印象が違うから。確かに幼くないじゃん。あ、幼いじゃない方がいいんだ。ちょっと大人っぽいじゃない。はいはいはい。かっこよ。かっこいいね。かっこいいな。かっこいい。じゃあこの方でした。おめでとうございます。名前わかんないけど。ダニエル。パディリア。パディリアさんかな。パディリアさん。はい。じゃあ次、なおちゃん。はい。基本爽やかな人が好きだよね、日本人って。じゃあさっきの人だよ。爽やかだしさ。ああ、日本人は結構塩顔好きだね。ソースとか醤油よりね。ソース醤油。フィリピン人の特徴って笑顔が素敵。うちもアリもそうだけど。そう。本当にわかる。フィリピンの好き。なんか笑った顔のこの口が好き。あ、決まりました決まりました。この1枚です。じゃあなおちゃんの一番かっこいいと思う人のナンバーワンの写真はこちらです。じゃん。じゃん。あ、同じ人？同じ人。同じ人のダニエルさんのこの違うショットだ。うわ、かっこいい。素顔。かっこいい。やば。確かにです。これ。ああ、なんか違う。さっきの雰囲気とこの一枚。え、てかかっこいい。顔がちょっと変わるね。これやばいもん。泣いて笑ってるで。これ笑ってるのがやばい。なんかこの目が長かったし。なんかさ、笑ってちょっと下向いてんのよくない？うん。なんかパチンじゃなくて、なんかこんな感じで。ちょっと開いてないけど、口がね、このシュッてなってるのが。いいね、これは。これはウケるね。この人ウケるね。ウケるね。この人日本でモテるわ。モテる、モテる。めちゃめちゃ。確かに。うん、いい顔。鼻毛めっちゃ綺麗。めっちゃかっこいいわ。じゃあおめでとうございます。2票。今、2票入っております。いや、確かに待って、かっこいいな。ね、写真。え、綺麗な顔しない？鼻が高い。ねえ、見てこの横顔。かっこいい。めっちゃかっこいい。この横顔やばくない？あ、やば。綺麗ね。鼻高い。やだ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 。ちょっと、ちょっと彼氏いる。ちょっと彼氏いたら。え、やばー。この短時間で。かっこいい。サングラス似合うね。え、ちょっと待って。ちょっと待って惑わされてきた。惑わされてくる。この人の写真見れば見るほどかっこいいの。決まりました。はい、私の一番かっこいいと思う人の一番ベストの写真はこちらです。
めっちゃアリっぽい。アリっぽい。かっこよくない？なんかちょっとアリっぽい。うわ、だる。何だる。本当の、本当に思う。あと優しそうじゃない、うん、もうこの写真からにじみ出る人の良さ、うん、整ってるね、顔が、うん、で、やっぱこのなんだろう、笑顔、うん、綺麗な歯と笑顔ですね。目が綺麗、うん、でした。めっちゃ綺麗。ピオロ・パスクアルさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ最後、時間がかかっていたちょっと待ってね、ゆうかさん。ちょっと待ってね。それがいい。早く決めてもらっていいですか。そんなにニヤニヤしなくていいんで。ゆうかちゃんの一番かっこいいと思う人の一番ベストなショットはこちらです。デリン。強い。やっぱね、もう多分ね、圧倒的。もうこれで結果が分かった、うん、もう日本人の好きな顔、この人よ、この、うん、なんだっけ、ダニエルさん、ダニエル パディリアさん。なんか、なんかもう目いい、鼻いい、口いい、シルエットもいいし、輪郭とかもそうだけど、バランスがいいよね、うん、もう優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ結果は、このダニエルさん圧勝ということで、日本人の女性はみんなこの方が好きということになりました。一致だね、うん、すごい。はい、じゃあまた次回もお会いしましょう。バイバイ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 。早速、ゴー！何やろ？何やろ？待って待って、何やればいい？早速、ゴー！時差、時差すごくね、合わせようよ。オッケーオッケー。いいね、こうやって食べるんだね。